里の長にも認められ長の娘と結婚することになった。ところがこの娘がとんだ愚鈍だった。忍びの、それも長の娘がどう育てばああなるものか。平和ボケの世間知らずの箱入り娘、おかげでわしの生活は一変した。履物は脱いで上がるものです。一日一度は神仏に手を合わせます。必ず一緒にいただきますを言う。いただく命に感謝して。あなたは性に執着している。いえ、妻を愛している。彼女の存在はあなたにとって生きる意味そのものだったのではありませんか。神仏に手を合わす、いただきますを言う。どんな時も普通を守りましょう。人として夫婦になれるように。あなたはガランドじゃない。いや、似合いの通りなだ。そんなことありません。優しい人です。だってこの顔を嫌がらなかったのはあなただけだもの。しかし、ほら、こんなに赤くなって。そんな人がガランドなものですか。